どうも、ゆうチャンネルのゆうです。本日はアピカさんに来ております。それでですね、本日は中行ってですね、景品の方ですね、確認して、取ってなかったフィギュア、こちらの方ですね、やっていきたいと思います。そしたらやっていきたいと思いまーす。はい、そしたらですね、まずですね、初音ミクのスーパープレミアムフィギュア、SPM のフィギュアですね、サクラミク、ボリューム3の方、こちらの方やっていきたいと思います。まあ、末広がりのね、橋渡しなんで、まあ苦手なところではあるんですけども、とりあえず1手目。おー、強いな、強いな、結構強いんで、そしたら、左奥ですね、ここを狙っていって、とりあえず動いてくれるかどうかなんですけども、おい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 、マジか、これは動かないんですね。そしたら、逆に手前側ですね、狙っていきますか、左爪でね。ここでどう動くかなんですけども、さあ持ってけ、おお若干持ってったな。そしてですね、まあ、右爪の方がですね強そうな感じがしたので、手前を右爪ねちょっと上げていきたいですね。一回でここでどんな動きするかでちょっと変わってくるんで、おお強いですね、強い強い。そしたら上がったので、とりあえず左爪でちょっとやっていきたい。さあここでどんな動きするか、持っていければ結構いい感じにはいくと思うんですけど、オッケーオッケー、いい感じにいった、いい感じにいった、オッケー。そしたら次左爪ですね、おお払っていきたいですね、奥側を。で横にできればベストなんですけども、持っていけ、いやー微妙ですね。そしたら逆に続いてみますか、ガソッとガソッといけ、ガソッといけ、よし、おおこっちか、こっちか。逆に押した方が良さそうですね、爪で。これは逆にね、こういう感じのやつ軽いんでね、結構押したらいけそうな感じしますね。あーちょっと滑りましたね。まあとりあえず、まあスライドで持ってこれれば、持ってこい、あーおおちょっといきましたね、ちょっと下がったんで、とりあえずもう一回押します。ああちょっと手前すぎましたね、これは。ちょっとまあそうなりますよね。そうしたらさっきよりもう若干奥ですね、ここで押していったらうまい感じにいってくれれば、よし、おお下がった下がった下がった。ここでもう一丁、もう一丁持ってけ、持ってけ、ああまあまあまあ持ってかんだけども、かなりですね下がったんで、ここ押していったらいけるんじゃねえかなと。押していけ、あーまあまあちょっと手前すぎましたねこれは。あーまあ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 若干奥ですね、もうちょい奥、ここでいけるんじゃないかな。もう押していったらもうかなりかかり少ないんで、よしよしよし、オッケー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 。こういうね、軽い台、そして数広がりはね、押した方が良さそうですね。そしたら SPM の初音ミク、スーパープレミアムフィギュアですね。こちらの方ゲットです。そしたら次行きたいと思います。そしたら次ですね、マウンドキャッチャー、キューポスケットのレイちゃん、こちら狙っていきますね。持ってなかったんでね、セーラームーンですね。一発でいけたら嬉しいところではありますが、さあどこに跳ねるかですけども、あー後ろか、次行きます。はい、次ですね、バウンドキャッチャーなんですけど、フィギュアではなくお菓子、キャニスター缶っていうやつですね。こちらね、ヒロアカですね、ヒロアカのキャニスター缶、チョコチップクッキーが入っておるやつですね。最近ね、めちゃくちゃね、ヒロアカに、ね、ハマってしまいまして、めちゃくちゃ遅いんですけどね、ハマるのもね。今、アニメもね、めちゃくちゃね、見とってですね、ネットフリックスで見とるんですけど、もうね、シーズン4までとりあえず進めて見とるんですけど、めちゃくちゃ面白いですね、ヒロアカは。あー、重たそう。でね、やっぱりね、爆豪とね、僕はね、でも、霧島も結構好きですね、結構僕。あの男気がね、やっぱかっこいいっすよね、この両方ともね、まあ、特に霧島めちゃくちゃかっこいいっすよね、やっぱり。
ちょっとね、場所間違えてこっちに会いましたけど、まあそうなりますよね。女性キャラやとね、やっぱりね、おちゃこちゃんがね、やっぱりね、結構可愛いっすよね。で、意外にですね、つゆちゃんも結構僕、結構好きですね。カエルのね、つゆちゃん。おー、結構いい感じにいけそうかもからね、これ。まあ、普通に持ってみますね。まあ、バウンドさせますか、とりあえず。緑やもな、結構ね、いいんですよね。成長していく過程がめちゃくちゃ好きですね。勉強熱心ですしね。あー、戻りましたね。じゃあもう一丁持ちましょうか。まあエンデバーとかもね、結構ね、ヒーローの中でも結構好きなんですけどね、良くなってきたっすよね。これシーズン4になってめちゃくちゃ良くなったかなって感じしますね。さあもう一丁持ちましょうか。もう一丁、まあそろそろ一丁欲しいんですけどね。もうお菓子っていうのもあるんで。さあどうなるどうなる、ここで行ってほしいけれども、よしよしよっしゃ、オッケー、いいですねいいですねいいですね、オッケー。とりあえずお菓子なんでこれぐらい取れて正解です。正解じゃないですけど。そしたらぜひヒロアカのキャニスター缶、こちらの方ですね、ゲットです。そしたら次行きまーす。はい、そしたらですね、最後、たこ焼きキャッチャーして、運試しして終わりたいと思います。とりあえずね、こんだけね、沼ってらっしゃったので、ここで、ハイエナできるかどうか。はい、もう一丁来るぞ、もう一丁、もう一丁来いよ。はい、あー、そしたら帰りたいと思います。はい、そしたらですね、本日は、初音ミクのスーパープレミアムフィギュア、さくらミク、ボリューム3。そしてですね、ヒロアカのキャニスター缶お菓子ですね、こちらの方ゲットいたしましたので、うちに帰ってですね、開封の方をですねしていきたいと思います。よろしく頼むぞ。はい、うちに帰ってきました。そしたらですね、さくらミクのフィギュア、こちらの方とヒロアカのですねお菓子のカンカンですね、こちらの方ですね開けていきたいと思います。まずですね、さくらミク、こちらのね初音ミクの方ですね、上開けていきたいと思います。はい、上の方ですね、開けていきました。いや、中身自体はね結構動きますね。なんか見とる感じも、触った感じも結構動くので、まあ中身は結構動いたんかなって感じがしますね。そしたらですね、ヒロアカの方ですね、袋をね破っていきたいと思います。カンカンのデザインなんですけど、霧島、ショート、爆豪、緑屋、おちゃこちゃん、つゆちゃん、フォーク、エンデバーっていう感じになっておりますね。そしたらですね、次ですね、さくらミクのフィギュア、こちらの方ですね出していきたいと思います。ミクの方ですね出していきました。まあこんな感じでね、ぐるぐるされております。そしてですね、台座めちゃくちゃでかいですね、こちら。そしたら次ですね、ヒロアカの方ですね、中身ちょっと確認していきたいと思います。中身のねシールはで、ね、爆豪とねショートですね。でこんな感じでねお菓子入っております。また後で食べたいと思いますね。そしたらですね、こちらのねミクのねフィギュア組み立ての方ですねしていきたいと思います。はい、組み立ての方ですね、完了いたしました。いやいやいや、ミクですね、これ結構な可愛さじゃないでしょうかね。結構可愛いと思うんですけど、今回。いや、いいですね。いいじゃないですか。で、ヒロアカの方はですね、お菓子なんですけど、皆さんはね、どのキャラが好きでしょうかね。結構ね、いろんなね、個性を持ったキャラクターが出てくるんですけど、結構ね、ヤオモモとかね、結構僕好きなんですけど、いや、いいですよね。ちょっと、可愛いんでね。そしたらですね、本日の動画、これで終了したいと思います。少しでも良かったら、チャンネル登録、高評価、通知、
コメントよろしくお願いします。